で実はあの私トップバッターでえー新分野ということですけれどもどうやらあの党が立っているのでトップバッターになったんではないかと <laughs> 思うんですけれどもえ実は1999年今から12年前にすでに障害科学専攻の教授でありましてえ当時は運動機能再建学分野というところを担当しておりましたでこれはあの東北大学の医学部初めての任期のついた 教授職ということで、えー、任期の期限が2004年の3月までということでございました当時の,あの研究課長、えー、玉井先生でしたけれども、えー、ちょうど任期の期限2年ぐらい前になりまして、えー、研究課長の部屋に呼ばれまして一江君いや任期が来たらどうするんだねという話をいただきまして、えー、当時あの おーいろいろ選択肢を考えたんですけれども、一つはあの大学に残るには、えー、青葉山の方に未来科学技術共同研究センターという山学連携の部署がありまして、えー、ニッチェと、えー、呼んでおりますけれども、略してニッチェですね、えー、ここにアプライすることもできるよということで、どこか企業とくっつくことはできないかということでした。 でたまたまあの当時音楽療法というものに興味がありまして、えー、ヤマハに音楽療学会に行ったときにヤマハの担当者といろいろ話をしていて、共同研究ができないものかという話をしていましたところ、トントントンと話が甘く進ぎまして、えー、ちょうど2004年のこの任期が切れるあたりに、日、えー、ッに移れるという話になりました。で まあその時にです、ね、もう前もってこれ私が用意がいいのかちょっとあれなんですけども1年前にすでに音楽療法をやるつもりで音楽療法士の学生を生涯科学専攻という特色を生かして、えー、医学系研機会に入学していただきましてそこからスタートをして、えー、それからの未来科学技術共同研究センターに移るといいことがありまして、えー、いろいろあのデューティーフリーなところがあるんですが一つは元いた部局に、えー、講座を協力講座を作れると。 ネーミングも勝手にしていいという話だったもので、えーまあ、日茶の講座はです、ね、必ずここに未来がついたり、創生がついたりするんですけど、未来につくのはちょっと勘弁してくれということで、音楽音響医学創生分野という名前にしたんですけれども、で協力講座として、医学研究科に音楽音響医学分野を開設しまして、えー、部屋を2部屋、えー、借りまして、そこに大学院生を研究成果させるというようなことでスタートしました。 それから科学ケアで音楽療法をやるとでそもそもはですねこの2002年に大学病院の診療課長すなわち医学研究科の教授の皆さんですけれども全診療科にアンケートを出しまして。 音楽療法のニーズがあるかどうかかを確かめてみましたで、多分音楽療法っていうのはヒーリングミュージックとかそういう CD 買ってきて聴けばいいとかそういう認識かなと思っておりましたところ大半の先生方がちゃんと音楽療法士というものがいてそれがマンツーマンでやるのが音楽療法であると。でしかも何割かの,研究あの診療科では音療 もし役に立つんであれば音楽療法も導入してみたいとそういうようなニーズがあるということが分かりましてでまあ一番最初に相談をいただきました緩和ケアからスタートしたということですで当時の,あの東北大学病院の院長山田先生にご理解いただきまして大学病院の中に音楽療法室を開設しまして自由診療として音楽療法を始めるとでこの時にはあの小児科のご協力をいただきまして自閉症のお子さんを外来で見ると。 いうような形でスタートしましまたで順調に動いていたんですけれどもこの任期制っていうのは、えー、やはり避けられないものですから、えー、2011年の3月までの日中の任期だったので、えー、それに先立って、えー、大学院生、えー、博士課程3年修士課程2年ですので、えー、それまでに卒業できるのかという問題が出てまいりましたのでまずここで大学院の学生の募集を停止しまして。 えー、この期限までに間に合わない学生は他の分野にお願いして移ってもらったというようなことがありまして、まあ、あの研究室を閉めることをどんどん進めておったんですけれどもお2010年の12月に、えー、山本研究課長から、えー、突如お呼びがかかりまして、えー、戻ってきて障害科学専攻で新しいことをやれという話をいただきまして、えー、去年の4月からあの正規の講座として音楽音響医学分野がたん誕生いたしました。 で今年の4月から大学院学生がまたあ、はい、始めたということでございます。で、えー、こちらをご覧いただきますと、この結構あの、学生数は多お,おございまして、最大13人所属した時期もあったんですけれども、学生募集を停止したために、ぼんと減りまして、えー、これがその期限で終了できるという2人だけで、えー、あとここは途絶えてしまったわけですね。 で新たに再開したわけですけれどもやはり研究室っていうのはこの学生さんが非常にパワーの源なものですからここの2年間の空白というのは非常に大きくてなかなか元のこういう活発な研究室にすることは苦慮しておりますので今後なんとか頑張っていきたいと考えているところでございます。 で何をやってるかという話になるかと思うんですけれども、えー、実はあの音楽を扱っているんですけども私自身がリハビリテーション科の専門医で、えー、運動機能のことをやっておりましたので運動整理とか神経整理系の,あの道具立てが多いんですね、えー、で昨年正規の講座になった時に助教一人入れていいということでうちの研究室で博士号を取った大寺を音楽法士なんですけれどもアメリカで音楽療法士を取ってきたという優秀な人間なんですが彼女に入って頂い,いて、えー、まあ あの心理学的な研究手法も加わったというようよな状況ですで研究室の大きな柱は医療としての音楽療法を確立することと、えー、音楽とウェルネスの融合これは要するに音楽活動を通じて高齢者の健康増進を何とかできないかということでございますでまず最初に医療としての音楽療法の確立のお話をさせていただきます でこれはあの日本音楽療法学会という学会がありましてそこで定義していることですが、まあ、あの米国の学会でも世界中大体似たような定義ですけれども、えー、音楽の持つ生理的心理的社会的働きを用いて心身の障害の回復機能の維持改善生活の質の向上行動の変容などに向けて音楽を意図的計画的に使用することここの音楽を意図的に使うんだというところがいわゆるヒーリングミュージックのただ CD 流しときゃいいというものとは違います。 でさらに音楽療法士というセラピストが関与するよというところでございましてまあ領域としては医療福祉教育保健と、えー、かなり広い領域が対象となりますでまあ,あの音楽は本当にあの趣味で聴いてる音楽から今のようにちょっと両方的なものがありますけれども、えーまあ、私の目指しているのはこの一番治療的要素の多い医療の部分これをなんとか他と きちっと区別した上でで医療として成り立たせたいというところでございます、えー、ところが現在、えー、これは日本に限らない世界共通だと思うんですけれども、えー、音楽療法士は国家資格ではない先進国のアメリカでも国家資格にはなっておりません、えー、それから医療職ではありませんので当然診療報酬の対象ともなっておりませんでやはり福祉教育の場が中心でありまして医療現場でやってるケースが非常に少ないので臨床研究が少ない そうするとエビデンスが少ないというこういう悪循環を繰り返し取るものですから医療の場でなかなか音楽療法ができないとじゃあこれをどうやって打破していこうかということで、えー、まずはその音楽療法士を大学院に入学していただきまして医学教育を施すと言いますのは音楽療法士のカリキュラムを見ましたところ、えー、医学教育90時間 それに対してセラピストあの医療の場での療法士と呼ばれている理学療法士産業療法士は360時間から80時間やってるわけですねそれから介護福祉士でさえ100時間を超えておりますですからセラピストと名乗る音楽療法士がその介護福祉所にも低いというのは いかがなものかということでここで十分医学教育をする解剖学、生理学、臨床医学大学院のコースを修士課程2年を終えますと大体300時間ぐらいに相当しますのでここで十分教育をするとさらに臨床能力を確かめた上で大学病院で音楽療法を実施してもらうというようなことを考えましたこれが大学病院の中に音楽療法室ですで 医療として行うというわけですけれども、保険診療があるわけにはいきませんので、自由診療の仕組みを作ると、ただし医療の流れの中に乗るということで、カルテをどうやってやるのか、主治医からどうするのか、それから外来で、えー、やる場合に、混合診療をどうやって避けるかという問題がありまして、これも医師課と相談しまして、音楽療法をやるときには、その日1日、他の診療科は受診できないというようなスタイルも取りまして、えー、形の上ではあの、混合診療を避けるということでやっておりました。 で問題なのはいくら取ってやりましょうかとで人件費で計算していくととてもこの金額ではこれ大体いい1時間のセッションですのでとても追いつかないとで、まあ、あの全国一般の音楽療師の方がどのぐらいやってるかというところを参考にしましてまず最初に金額を決めまして、えーえー、あこれはあの厚生労働省の方の前で言うとまずいのかもしれませんけれども、えー、とにかく積算根拠としてはあのー、これにちゃんと見合って 形ででやっててて一応自由診療とととしし行うといういいことで進めてまいりまりたで実際には小児科自閉症のお子さん緩和ケア心療内科リハビリテーション科とかですね大学病院でもやりましたし西多賀病院でもご協力いただきましたそれからうちの大学院生が下志津病院の小児科であったこともあってここでもやりましたし近くの森のホスピタル青葉とか笹川ク,クリニックでも実践しました。 これが症例数ですが2008年までですけれども緩和ケアで96セッションもうちょっと数は増えたと思います心療内科でも行いましたし外来では121セッションを行っております西田側でも131セッションですか相当数のことをやって臨床経験を積み重ねたということでございますでやはりエビデンスを出さなければいけませんでこれがあの 学位論文なんですけれどもちょっと読みにくくて申し訳ありません、えー、結局2004年,、えー、200年から2009年までの5年間で、えー、修士論文10編博士論文2編が出たというところでございます、えー、次に音楽とウェルネスの融合、えー、このお話をさせていただきますでこれ何かということですが、えー、なぜ音楽と健康増進を結びつけるかというところですけれども えー、まず一つは自閉症のお子さんを音楽療法室で見ておりますと、えー、言葉をまだ持てないようなあのまだ45歳のお子さんが音楽療法室に入ってくるなりに楽器を並べておきますとまず間違いなく太鼓を叩き始めますでそこにあの音楽療法士が合いの手を入れて音を出すとで自閉症のお子さん重度のお子さんの場合はあのまずその自分以外の他人を 自分と同じような人として捉えることができずにコミュニケーションも取れないわけですけれどもこの音のやり取りをしているうちに何か自分以外の存在で意図的に何か音が返ってくるぞということにまず気がつきそのやり取りをしているうちに次第にその音楽療法士の存在がだんだん分かってきてで次第にコミュニケーションがだんだん成り立っていくと。 まああのかなり数ヶ月を要しますけれどもそういったことを繰り返していってコミュニケーション能力を少しでも高めるというようなところをやってますけれどもまあその様子を見ていましても非常にこれは音楽というのは根源的だろうとえ何らかの理由があっ音楽が嫌いになる例えば耳の病気とかですねえ嫌な経験があったということで音楽嫌いな方はいるかもしれませんけれども生まれつき音楽の嫌いな人は多分いらしいないと。 おお腹の中でお母さんの,あの心臓の音心拍数をですね適度に揺らいでる心,心拍の音をずっと聞いて、えー、世の中にこう生まれ出るわけですのでそういうビートといいますかリズムということから言ってももう染み付いてるわけですね、えー、そういった意味ではまあ,あの音楽を取り上げる意味ある、えー、それから高齢者予備軍が次第に段階の世代になりまして今音楽療法はあの 唱、えー、歌とかです、ね、民謡とか演歌とかそういった曲が多いんですけれどもこれからは団塊の世代の好きなジャズロックフォークとかこういったものまでがあのどんどん入ってくるとこの辺の対応もしなきゃいけないだろうとそれから緩和ケア、あのー、基本的にはあの言い方悪いかもしれませんけれども医療サイドが白旗を上げた領域で、えー、患者さんに身体的苦痛精神的な苦痛を和らげて えー、もらうというところが目標なんですけれども、えー、その精神的な苦痛を和らげる時に、えー、音楽は非常に役に立つとこれもあの大学病院との音楽療法の経験から言えることでございます、えー、またあの演奏行為楽器をいろいろやるということによりまして腹式呼吸とかです、ね、呼吸機能を活性する肺炎が予防できますしから新しい楽器の指使いとかいろんなことを覚えるということで非常に脳も活性化します それからあの高齢者の音楽療法の場で行われているのはあの社会性が非常に乏しくなった高齢者同士に合奏とか合唱をやらせることでしかもお互いに役割を持たせるということで、まあ、その社会性を改善するというようなことも行われております、えー、ですので、えー、なんとか、えー、音楽と健康増進を結びつけた活動をしたいと思いましてまず学会に、えー、そういった部門を取り上げたいとで日本生態工学会昔 ME 学会と ましたけれども非常にお堅い工学部と医学部のくっついた学会ですけれどもこの中に専門別研究会として音楽とウェルネスの学際的融合というものを2007年に作っていただきまして私が会長になっておりますでこの7年から10年までは年4回こういった全国各地で開催しまして2010年からは年2回で今度長い活動をしようということで2019年までやると。 いうことになっておりま,してまあ,あの研究者を少しでもこの領域の研究者を少しでも増やしたいということでこのようなこともしております、えー、それから一般の方に啓蒙をするという意味でいろいろ市民講座とかいろんなこともやっておりますけれども、まあ、あのこういった書籍も出して一般の人に読んでいただこうということで音楽家とのコラボレーションなどもやっております えー、それから、えー、この方はあの神経内科の領域では非常に有名な岩田誠先生です、えー、東京女子医科大学の前の学部長ですかね、えー、今名誉教授なんですけども岩田先生を中心に、えーまあ、フィロムジコ・セラポイティカっていうのは音楽を愛好する治療的に愛好するというようなそんな意味の岩田先生のネーミングなんですけれどもこういった弦楽師匠相談を作りまして。 音楽と健康増進の公演とこれの演奏をセットにして毎年いろいろ活動しております2年前には仙台市の千年文化センターで 市民公開講座を開きましてその時にも出ていただきましたし先ほどお話しした生態工学会でも市民公開講座として取り上げていただいたり昨年は京都大学のがんリハビリテーション特別講演会にお呼びいただきましてそこでも講演と演奏をしてきたという,ようなことでこのような活動もしておりますで最後になりましたけれども震災に関係してです 音楽音響医学分野として何ができるだろうかということはうちの助教のお寺ともいろいろ話をしてましたであまりにも最初のと時はひどくてですね音楽どころではないだろうとで私のところにはいろいろあの東京在住の 例えば仙台クラシックフェスティバルとかに出演されている有名なあのピアニストとかいろんな方からあの行きたいんだけどという話をいただいたんですけどまだその時期じゃないということでちょっとご遠慮いただいていたんですけれども避難所の時にたまたまあの災害 FM というのが各地域に立ち上がりまして山本町の災害 FM の担当者から連絡がありまして避難所にいる方が夜眠れるような音楽を なんとか調達してくれないかとコール・ゴールの音楽がいいんだけどということですぐにレンタルショップに走って調達してそれをお送りしたというようなこともありますしようやく避難所から仮設住宅に皆さんがお釣りになったので仮設住宅っていうのは非常に避難所に比べるとプライバシーが守られると。といいますのは実際プロの演奏家の方が避難所に 演奏に行ったところそこの方がここは私たちが寝る場所なので演奏しないでくれと断られたそういう地域もあったようですねあの当然あのタレントさんのように有名な方が行くとみんなワーッとそれを着てくださっただけで喜ぶわけですけれども、えー、特に有名でもないあのクラシックの演奏家が行った場合にはそういう反応を示されると ですけどやはりあの音楽聞きたいという方も当然いらっしゃるわけでそれはあの仮設住宅に移ってプライバシーが保たれるという状況でしかも集会所のようなものも仮設住宅にありますのでそこで予約実現してえ今うちのお寺もそこで音楽活動を行っておりますでこれはあの大野和志さんというフランス国立リヨン歌劇場主席指揮者とえ国からも文化勲章を頂い,いているえ有名な記者の方なんですけれども えちょっと縁あって私があの彼はあのフランスでもあの病院に出向いてコンサートをやったりしてるんですけれども日本でも毎年演奏会でえ日本に来た時には必ずえオペラ歌手を何人か連れてえ病院を回るとで3年前に一度お世話したことがありまして今年もあの連絡がありまして「いつ頃いらっしゃるんですか?」って「9月」って言われたのでえそうすると震災から半年えそうであればなんとかなるかなと。 というところで、えー、できれば石巻に行きたいということで、えー、今日もいらっしゃる石巻じ病院の院長の犬沼先生に、えー、お話をしましたところぜひにということでこれが実現しました。でこれあの吹き抜けの病院のロビーなんですけども皆さんあのテレビではここにあのいろんなベッドが並んで震災直後はあのいろんな。あ 地域からの日赤医療団とかですね、いろんな医療団の方がここで活動されていたこのスペースです。9月7日にはこのようにきれいになっておりまして、井沢先生に伺ったところこの本当に1週間か2週間前にようやく皆さんがちょうど引き上げて、こういうことができるようになったところだというふうに伺っております。でここで、まあ、オペラ歌手の方と大野さんの解説で、まあ、あのいろいろこういうときにあの、 皆さんの知らない歌歌ってもしょうがないのでよく皆さんご存知の歌とかですね日本の昇華とか最後はふるさとですかねやはり一番心に響く歌だと思いますけれどもこういうことがあったと要するにこのようなまあ活動といいますかお世話もしておりますちょっと時間がまいりましたので私の話はこの辺にしたいと思いますけれどもこのように非常に音楽療法と 音楽による健康増進と進めてまいりまして、えー、非常にあのいろんなことをいろんなことをやっていきたいと考えておりますので、えー、今後とも皆さんのご支援をよろしくお願いいたしたいと思います。